今日は本場ローマの人たちが食べる生クリームを使わない卵だけのカルボナーラを作りたいと思います。このスパゲッティは2ミリ幅の太めのスパゲッティです。グアンチャーレは豚の頬肉を熟成させた生ハムですね。胡椒と唐辛子をつけた香りになってます。ペコリノロマーノチーズはそこまで熟成が深くないチーズです。塩分が多少強めなのでスパゲッティに合わせるときは塩分を気をつけましょう。ではグアンチャーレを切っていきます。このコテーナはだしとかにも使えるので捨てずに使ってください。この周りの黄色くなって変色しているところを臭みの元になるので全て落とします。あまり薄すぎないように食感を残してあげた方が美味しいと思います。3ミリ4ミリ幅くらいがいいかな。あまり小さすぎないように。もちろん大きすぎたらダメなので気をつけてください。ではフライパンの中に入れていきます。熱が伝わりやすくなるように平らにならしてあげましょう。最初は火は強火で大丈夫です。油が染み出してくるので、染み出してきたら火を落としてゆっくり油を抽出していきましょう。で、油が出て音が出てきたので火を弱めて中火ぐらいで、あまり油を酸化させないようにゆっくり油を引き出していきましょう。表面がカリカリになったら食感が面白いと思うので、ちょっとこう表面をこう油を出し切る感じのイメージで炒めていってあげましょう。こんな感じですね。では卵をボウルに入れます。ではポリノロマーノをおろしていきます。油の中でゆっくり炒めていきましょう。この焦げついているところが旨味の元になるので、このままどん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 旨味を引き出していくようなイメージで炒めていってください。では塩を入れてパスタを茹でていきましょう。塩分濃度は 1%とよく言うんですが、必ず味見をして確認してみましょう。しっかり味がついたイメージの塩分濃度で大丈夫だと思います。ではパスタを茹でていきます。必ず沸いてるところにパスタを入れてください。グアンチャーレがこれぐらいで火を切ります。ではお水を少し足します。水を少し足してパスタを合わせるときに合わせやすくするのと、この水と油を軽くなじませておくことでこの旨味を引き出す効果があります。パスタはくっつかないように軽く混ぜてあげましょう。では胡椒をいってきます。胡椒をいっていくことで香りを引き出して食感をよりカリカリにするためにいっていきます。では胡椒をひいていきましょう。
粗く潰してあげた方が食感が面白いのと香りが複雑になるので、より胡椒の風味が引き立つと思います。これぐらいで僕はもう大丈夫です。このカルボナーラはこれから火をなるべくかけずに調理するので、例えばソースの中に煮込んだりは全くしないので、なるべくこう自分が食べる食感に近いあの茹で具合で揚げるのがいいと思います。ではパスタがそろそろいいので茹で上げましょう。パスタを合わせるときには必ずこのソースを温めて温度を上げておきましょう。先ほどこっちに水を入れたので水気をしっかり切ります。ここで油とこのグアンチャーレのこう水分油分をすべてこうパスタにコーティングするようなイメージですね。こんな感じ で今温度が高いので、ここにこの卵とチーズを混ぜて合わせます。こんな感じで、はい、じゃあ入れます。合わせていきます。この余熱で火を入れていく感じですね。ここで味見をします。あ、いいですね。これもし塩が足りなければ軽く塩分を足してください。これしょっぱすぎたらもう取り返しがつかないので、なるべく塩分を気をつけて、では盛り付けていきます。これぐらいの濃度がいいのかなと思います。はい、ではチーズと胡椒をたっぷり。はい、完成です。カルボナーラ。